2016年、千葉県である事件が起きました。姉という立場の女が、兄弟喧嘩の末に、弟を手にかけて、とんでもない方法で処理してしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる竹内恵美は、1991年に出生します。恵美の下には、次女と、長男、そして三女がいたそうです。そのため、竹内家は、両親と4人の子供を合わせて、6人家族でした。ただ、母親は、子育てに厳しい人物だったといいます。厳しいと言っても、それは、尊女そこらの厳しさではありません。なんと、子供たちが小さい時から、手を挙げていたというのです。そして、長男である S さんに対して、顕著でした。実際、S さんは、母親のことを、あの人、と呼んでいたそうです。そうして母親のことを毛嫌いしていた長男の S さんですが、彼こそが後に被害者となってしまうのです。その一方で、恵美の父親は育児に関しては無関心な人物だったといいます。何でも子供たちの名前を呼ぶことはなく、話もしなかったというのです。また運動会などの行事にもめったに来なかったそうで、母親に連れられてきたとしても端の方で立っているだけだったといいます。そうした過程で成長していく恵美は、高校時代活発で明るい少女として知られていました。というのも、陸上部に所属しており、勉強にも一生懸命だったといいます。ただ彼女が持ってくるお弁当は、得体の知れないおかずがたくさん入っていたそうです。同級生はそのおかずを見ては、一体これは何なのだろうと疑問に感じていました。そんな中、竹内一家は千葉県酒々井町にある3階建ての一軒家で暮らし始めます。そうして夢のマイホームで暮らしていたわけですが、2008年頃から父親の様子がおかしくなってしまいました。何でも精神的な疾患を患ったらしく、仕事を休職して自宅に引きこもるようになったそうなのです。それから3年後には両親が離婚してしまいます。そして一軒家から母親が出ていくことになりました。親が離婚したということで、子供たちはどちらについていくのか選択を迫られます。母親は、子供たちは自分についてくると思っていました。しかし母親の予想とは裏腹に、兄弟は4人とも誰一人として母親についていこうとしなかったのです。それほどまでに母親がこれまでやってきた行いはひどかったのでしょう。そのため子供たちは精神疾患を持っている父親の元に残ることを決めたのです。そうして母親を除いた5人での生活が始まりました。とはいえ、父親は自宅に引きこもっているため経済力はありません。この状況に、当時大学生だった長女の恵美が大学を辞めて働き出したそうです。彼女は近所のスーパーマーケットで働いており、真面目で愛想も良かったといいます。そして稼いだお金は下の妹や弟たちのために使っており、スマホや服を買い与えていたそうです。その後、理由は不明ですが、三女が家を出て母親の元に行ってしまいました。そんな中、2014年悲劇が起きてしまいます。自宅で療養していた父親が心筋梗塞により亡くなってしまったのです。しかし父親が他界したという事実を、子供たちが母親に連絡することはありませんでした。そのため葬儀の手続きも全て子供たちだけでやったそうです。この時には母親がたまに電話しても出てもらうことすらなかったといいます。そんな中、次女が家を出ていくことになりました。こうして家に残ったのは長女の恵美と長男の S さんだけになってしまったのです。近所の住民によると、バイクに2人乗りするなど、かつては仲が良かったといいます。しかし、事件が起きることとなる2016年から、2人で出かける様子は見られなくなってしまいました。そして、恵美は周囲の人物に対し、弟の愚痴をこぼすようになります。どうやら弟の S さんが突然、猫を拾ってきたらしいのですが、全く世話をしなかったというのです。さらに恵美自身の私物を勝手に使うとも愚痴っていました。そうしたことが影響したのか、恵美と S さんの間には暮らしていく中で3つのルールを設けることにしたのです。1つ目のルールは、生活費を折半するというものでした。これは生活にかかったレシートを取っておき、
月末に折半して払うというものです。ただこのルールに関して S さんが領収書を捨ててしまうなどトラブルがあったといいます。そして2つ目のルールはお互いの部屋に勝手に入らないというものでした。しかしこのルールに関しても S さんは守っていなかったようです。どうやらエミが留守にしている間に S さんがエミの部屋の写真を撮影してネットにアップしていたというのです。そして3つ目のルールは友達を家に呼ぶときは事前に許可が必要というルールでした。 S さんの部屋にはゲーム機がたくさんあり溜まり場のようになっていたといいます。そして音ゲーと呼ばれるゲームをしていたらしく、エミはうるさいと思っていました。このように決めたはずのルールが守られていなかったということで、姉と弟の仲は険悪なものになっていきます。そして生活スペースも完全に別物になっており、エミは自宅の1階、S さんは2階を拠点に暮らしていました。ここまでの事情を見ると S さんだけがルールを破っていたようにも思えますが、実際のところそうではなかったようです。というのも S さんは仲のいい友人に次のように話していたといいます。共有スペースやリビングを姉に汚くされる。生活費は折半にしているのに姉はなかなか払ってくれない。そうして S さんも姉のエミに対し不満を持っていたのです。その一方で姉のエミはある寄稿をしています。どうやら部屋の中にフルーツの梨やバナナをばらまいていたというのです。さらに2つの梨の間には1本のバナナが置かれていたらしく、見る人が見れば男性のあれを連想させるものであり、気まずい光景を作り上げていたといいます。そんな中、弟の S さんはエミの部屋で一つの違和感を覚えるのです。その違和感というのが、お金がないという割に高価なものを購入していたことでした。そして S さんが感じていたこの違和感は的中するのです。なんとエミは父親の生命保険金を受け取っており、自分一人で使っていたというのです。その生命保険金は年間で150万円という金額が10年にわたって支払われるというものでした。 S さんは自宅に届いたハガキを見てこの事実を察したのだと言います。当然ながらエミは生命保険金を受け取っていることを他の兄弟たちに対しては黙っていました。父親が病気になってからはエミが大学を辞めて働きながら下の兄弟の面倒を見ていたため、受け取る金額の比率は高くなってもいいかもしれません。ただエミはそれまで抑えていた欲望を解放したようで、バレエやピアノ、ダーツなど合計で9つの習い事をしていたというのです。その一方で S さんは友人に対し、本当なら折半のはずなのに知らなかった、遺産を独り占めするなら家から出て一人で暮らしてほしいと言っていたといいます。そして事件当日となる2016年8月31日、当時25歳のエミと当時21歳の S さんは自宅で口論をしていたようです。口論の内容は些細なことでした。というのも少し前に母親が叔父と一緒に自宅を訪ねてきたそうです。その際に S さんが不法侵入だと言ったことがありました。エミは S さんが母親に対して毛嫌いすることは理解できたものの、叔父に対しても敵扱いしていることに納得できなかったと言います。そしてエミは S さんに対し、母親を憎むのはわかるが叔父には敵意を向けるなと長時間にわたって説得したそうです。しかし S さんは激高し、二人は揉み合いになりました。その後エミは一度は逃げたものの、刃物を持って弟の S さんに向かって行ったのです。その際に S さんの太もものあたりに刃物が刺さってしまいました。我に返ったエミが S さんに声をかけても反応はなかったそうです。そのため弟は亡くなってしまったと思ったと言います。そこからエミは記憶がないらしく、気づいたらアルバイト先のスーパーのレジに立っていました。ここから彼女は弟を手にかけた人間が行うとは思えない行動に移ります。驚くべきことに、バイトが終わった後に焼肉店で焼肉を食ったというのです。さらにスーパーや薬局でポリ袋やハンマーを購入しました。自宅に帰ったエミは冷たくなった S さんを見て、2年前に亡くなった父親を思い出します。
そして父親の火葬後に父親が小さくなって出てきた光景が頭に浮かびました。ここで彼女は誰もがびっくり仰天する思考回路に行き着きます。とんでもないことに S のことも父親のように小さくするしかないと思ったそうなのです。そうと決まればやることは決まっており、ノコギリなどを用いて処理し始めたのです。そして一部は冷蔵庫に隠したり、一部はゴミとして捨てています。そんな中でもエミはショッピングだけは欠かさなかったようで、弟の S さんのクレジットカードを使って花柄のワンピースなど4点を購入しました。その後、事件から2週間ほどが経った頃に本件は発覚することになります。そのきっかけは SNS でした。何でも当時 S さんは SNS を毎日更新していたのにもかかわらず、パタリと更新が止まったことで友人たちが心配を募らせたというのです。そして一人の友人がエミがいる自宅を訪ねました。友人がインターホンを押すとエミが玄関先に出てきます。そして彼女は S は今家にいないと言ったそうです。しかしこの言葉を友人は信じませんでした。なぜなら以前にもエミからいないと言われて帰宅したところ、実は S さんは部屋で寝ていたということがあったからです。この出来事があったため、友人は引き下がることなく家に入れてほしいと懇願しました。ただエミは何かと理由をつけて拒否します。何かがおかしいと思った友人が警察に通報したのです。そして警察官がエミの自宅に入ったところ、変わり果てた姿の S さんが室内から見つかりました。こうして事件が発覚し、エミは豚箱行きとなったのです。取り調べでエミは姉弟間で些細なことでトラブルになり、手にかけてしまった、処理に困りバラバラにして捨てようと思った、一部はゴミに出したなどと供述しています。その後の裁判でエミは控訴事実をほぼ認めたものの、手にかけるつもりはなかったと一部否認しました。そして法廷ではしきりに泣いており、元交際相手が証人出廷した際には立ち上がって、ごめんね、今までありがとうなどと発言しています。しかし肝心な事件の経緯の大部分については、あ、覚えてないですなどと繰り返しました。エミの弁護側は正当防衛を主張し、検察側は懲役18年を求刑しています。また弟を手にかけた後、バイトに行き焼肉を食べたり、スーパーに買い物に行ったことについて聞かれると、やばいなと思うなどと他人事のように無表情で答えたそうです。そして最終意見陳述では便箋7枚分の意見を持ってきたのですが、裁判長から 1,2 分でまとめてくださいと諭されました。これを受けたエミは、まだ21歳の大事な弟を私のせいで結果的に手にかけてしまい、人間じゃないようなことをしてしまいました、弟にはごめんね、今までありがとうっていつもお祈りしています、後悔と絶望しかありませんなどと発言しました。判決公判ではエミの主張が認められ、殺人罪ではなく傷害致死罪が適用されており、懲役10年が言い渡されたのです。この判決を不服としたエミはちゃっかり控訴しています。そして控訴審では過剰防衛が認められたため、一審の懲役10年は破棄され、懲役7年が言い渡されました。さらにさらに、この控訴審の判決すらも不服としたエミは上告もしています。しかしさすがに上告は棄却され、懲役7年が確定しました。姉が弟を手にかけてしまった本事件、事件が起きたのが2016年8月のため、刑期満了の7年が経過した現在、出所している可能性が高いです。被害者のご冥福をお祈りします。